鈴木直弘は、福島県相馬市出身の元プロ野球選手、コーチ、野球解説者。愛称は、高。NPB における内装での通算盗塁数の日本、記録保持者であり、現役時代は、内装のスペシャリストなどと評された。5歳頃から野球を始める。野球のセンスは人並みだったが、小学生の時から、足は速かったという。中学では、 陸上部を兼務し、主に中距離を走る。この頃毎日3 0トル近く走ったことで、足腰が鍛えられた。相馬高校では野球部に入り、遊撃手や控え投手を務めるが、甲子園出場はなく、目立った活躍もなかった。1996年のドラフトで、読売ジャイアンツから4位指名を受けて入団。当初右打ちだったが入団後は総力を活かすために、 左打ちも始める。その総力は高く評価されていたが故障しやすい。体質のため離脱を繰り返し、オフシーズンには年俸の半額近い費用で個人トレーナーと契約して食生活も変えた。スイッチヒッターとしての練習は負担が大きく左打ちに絞るなど試行錯誤を繰り返す一方、高田茂二軍監督、小形光一守備総類コーチなどのもとで ソウル術の修練にも励んだ。1999年から2000年の周期キャンプでは、原辰則ヘッドコーチにベースランニング13秒3の快速を認められ、一番の成長株との評価を得た。2001年、外野手に転向。イースタンリーグでリーグ2位の27盗塁をマークし、ランニングホームランも記録した。この年、プロで初めて怪我なく過ごした。 2002年、新監督に就任した原は鈴木を、ダイソー屋として一軍に挙げる。4月2日の対中日ドラゴンズ戦で一軍初、出場し、初投類を記録した。2003年、再び内野手に挑戦し、レギュラーの西俊志久が故障し、プレーに不安を見せると、二塁と外野を兼任し104試合に出場した。18投類は、チームトップで、 初本塁打を含む3本塁打を放つなど超打力の向上も見られた。2003年から2009年まで7シーズン連続でチームトップの盗塁数を記録した。2004年、堀内恒夫が監督に就任し、守備重視の戦略を取ったため再び外野に専念した。打席は前年の低打率もあり左一本に絞った。 レギュラー選手の力を高めて戦う方針に変わったことで一芸選手の鈴木の出場機会は減った。選手層の豊富な外野ではレギュラーを奪えずにダイソーでの出場があるになった。この年は旧盗塁を記録したがこれはチームトップの記録で機動力をほとんど駆使せずホームランに比重を置いたチームの戦いが浮き彫りとなった。2005年も前年同様に ダイソー企業がほとんどだったが、シーズン後半にタフィローズが戦線離脱するとスタメンを獲得。9月に故障で離脱したものの27試合出場でチームトップの11盗塁。このペースは146試合換算で約59盗塁という数字となり、単純な計算では盗塁王の赤星のりひろの60とほぼ同じ数字となる。 打撃面も99打数ながら、打率3割を記録した。2006年、原が監督に復帰思想力を重視する方針を取った、ためガイアのレギュラー争いで優位な立場となった。シーズン当初は、ダイソーでの登場が多かったが、ガイアのレギュラーだった、高橋義信の離脱後はスタメンで出場。シーズン後半からは、現監督の起用方針もあり、2番打者として、 新人の脇谷良太と共に総力重視の一点二番を形成する。チームトップで自己最高の二十五盗塁を記録し、盗塁成功率も八百六十二と、盗塁面では好成績を残した。オフに行われた日米野球の試合でに案内一盗塁をマーク、単打と思われた当たりを快速を飛ばし二塁打にするなど、活躍。米国人記者から同じ鈴木だし、 一郎の親戚かとのジョークも飛んだ。一方で課題である打撃面の改善が見られず、特に左投手との対戦成績が悪かった。その打開策として、本来の利き手側である右打席で打撃を行うように、原監督より通達され、異例のシーズン中のスイッチヒッター転向を試みることとなった。 8月15日の試合でプロ入り後初めての右打席で押し出しの式を選び大量得点の一翼を担った。最終的に打撃面は241と低調な成績に終わったがシーズン終盤には右打席にもなれ左打席245右打席236と左右でほぼ変わらない成績を残した。12月11日に行われた。 契約公開にて、チーム全体で、現当公開となる中、400万円増の2800万円で、公開。同時に、背番号が、12に変更されることが決まった。柴田伊が7番をつける前につけていた、通るようを3度記録した番号という意味付けである。2005年も契約公開の場で、背番号二を背負いたいと直訴したが、時期尚早と判断され、 背番号2は移籍してきた小坂誠に与えられた。2007年、原監督がチーム内競争の活性化を示唆。若手の矢野健二や新加入で実績もある谷義友などと改めてレギュラーを争うこととなった。その中で原監督がうまい選手はいらない、強い選手が欲しいと発言し、怪我の多い鈴木は不利に立たされるかと思われた。 一方で走塁面の切り札として招聘した、伊原春樹一軍野手総合コーチは鈴木を絶賛し、走塁面での核にしたいと発言。オープン戦では前シーズンの2番打者の経験を生かし、与えられた少ない打席で、チーム最多支給を選び、高い出塁率を残した。3月30日、横浜ベイスターズとの開幕戦に8番センターで、スタメン出場。 プロ入り11年目にして初の開幕スタメンの座を勝ち取り、両打席でヒットを放ち、3連戦勝ち越しに貢献した。デーモン・ホリンズの台頭や清水高之の復調などがあり、後半戦はダイソーの切り札としてベンチ要員にあることが多かったが、スイッチ本格転校の1年目ながら、右打席の打率は333、両打席で変わらない出塁率を記録した。 2007年のイニング戦投打者としての出塁率は5割近くを記録し、全安打33本中8本の内野安打を記録、チャンスメーカーとしての働きを見せた。走塁面でもチームトップの18投塁を記録した。2008年、シーズン前半は、ダイソーや守備固めとしての出場が主だったが、7月から1番に定着し、8月からのチームの快進撃に貢献。 故障の多い鈴木に対し、練習を減らして、体のケアを十分にするようにとの井原はじめ軍、ヘッドコーチの指示が躍進につながったと言われている。9月19日の阪神戦では、エグサ人気から、右打席での初本塁打も記録した。投類も2006年の25投類を上回り、巨人では1990年の小形光一以来となる30投類を記録した。 同年初のタイトルとなるゴールデングラブ賞を受賞。埼玉西武ライオンズとの日本シリーズでは二度投類を試みたが、いずれも失敗。レギュラーシーズンで見せた足を十分に活かすことができなかったものの、打撃では第3戦に放ったホームランを含むチーム最多の4打点を記録し、自身初の日本シリーズ優秀選手賞を受賞した。2009年、 2番センターで2度目の開幕スタメンを迎えるが、開幕当初はあまり振るわず、鈴木と同じようなタイプの松本哲也の対等に伴ってスタメンで出ることがなくなり、守備代走要員としての起用が増加した。それでもチームトップの25投塁で、後半戦は打撃も復調し、日本一に貢献。優勝旅行先のオーストラリアでは、やるからにはスタメンを狙っていきたい。 来年は何が何でも礼に出て、一番を取るつもりで、やりますと、スタメン奪回の決意を語った。2010年8月18日2010年、長野久義の入団や高橋義信の副長もあって、外野の選手層が厚くなり、出番は減少。松本が離脱した交流戦では、数試合にスタメン出場したが振るわなかった。最終的に61試合に出場したものの、 打席に立つ機会は激減。総類でも十0盗塁で成功率六百六十七と鈴木にとっては低い数字に終わった。シーズン中に国内 FA 権を取得していたが行使せず残留二百万円減の年俸四千万円で契約公開した。二千十一年打撃面では成績は残せずもっぱら代償、守備固めでの起用となるが チーム内では、投類を獲得した、藤村大輔の28投類に次ぐ18投類を記録し、前年の総類面の不調を感じさせない活躍を見せた。シーズン後半に入団当初以来となる右打ちに再転向した。2012年、ダイソー主義病院としての起用となり、スタメン出場はなしに終わった。シーズン初出場となった4月1日に、 村田周一の代走として出場し、盗塁を決めたが、その後は相手バッテリーの厳しい警戒により盗塁基と数が極端に少なくなる。しかし7月以降は盗塁を量産し、最終的に16盗塁で成功率889を記録した。また打撃でもシーズン初安打となった8月3日から9月7日にかけて5打席連続安打を記録し、 2年ぶりの打点も記録。同年の日本シリーズでも打点を挙げた。12月4日に契約公開が行われ、現状維持の4000万円で新たに2年契約を結んだ。2013年、前年同様、ダイソー、守備固めのスペシャリストとしての起用となり、スタメン出場はなしに終わったものの、チーム3位の13盗塁をマーク。2014年、 3年ぶりにスイッチヒッターに再転向。4月29日、対東京ヤクルトスワローズ戦の9回に、ダイソーで出場し、2投に成功、NPB 通算200投塁を達成。一度も規定打席に達したことがない選手としては、史上初の記録となった。5月24日、3年ぶりとなるスタメン出場を果たす。5月26日、 対日本ハム戦の7回虫1塁の場面で、ダイソーで出場し、藤瀬志郎の記録を更新する NPB 新記録のダイソーで通算106盗塁を達成した。この年は盗塁数こそ11と若干減らしたものの、ダイソー起用後の本塁生還率が5割を超え、前年の倍以上となる28得点を記録。高層類で3回もヒーローインタビューを受け、 シーズン MVP の投票でも1位、票3秒を含む40ポイントの得票を得るなど、大きな注目を受けるシーズンになった。2015年5月3日に2009年以来6年ぶりとなる本塁打を打った。この年、原監督の推薦で初のオールスター出場をし、2試合とも投塁を決めた。19年目でのオールスター初出場は1986年の 川藤構造と並ぶ最地記録。シーズンでは盗塁成功率90。909、11年連続2桁盗塁を記録した。2016年10月10日、県政タッチアウトで肩を落とす鈴木。結果的にこれが現役最後のプレーとなった。2016年は高橋監督が前任の現監督に比べてチームの体質もあるが、 足をあまり使わないスタイルになったことも影響して、出番が激減したが、12年連続2桁盗塁と、自身初の盗塁成功率100%を記録した。9月27日の中日戦で、通算228個目の盗塁に成功し、広瀬義則を抜き200盗塁以上での、通算盗塁成功率歴代1位に浮上した。CS ファーストステージ対 DNA 第3戦で、 大ー出場し、牽制タッチアウトが最後のプレイだった。球団では、来季も戦力として計算していたが、前年より出場が減少していたこともあり、シーズン終了後に、スポーツ報知のインタビュー及び自身の公式、インスタグラムにて現役を引退することを表明、10月13日に正式に引退記者会見を行った。同日に、NPB コミッショナーから、 任意引退選手工事が行われた。2017年からテレビ朝日、ヒテレジータス TBS ラジオ BSTBS BS、TBS チャンネルダゾーンアベマ TV の野球解説者となる。2018年10月22日、2019年から巨人の一軍外野守備総類コーチに就任することが発表された。攻撃時は一類ベースコーチを担当。 2019年10月16日、同日付で、一心上の都合により対談することが発表された。鈴木の対談に伴い、村田周一ファーム打撃圏内野守備コーチが一軍、打撃コーチとして登録された。巨人対談後は農業に従事。2020年9月12日正午、YouTube チャンネル、スウィフトラナーを開設。この YouTube チャンネルをはじめとして、農業や、 食育の知識、トレーニング、野球技術のオンライン指導できる場の構築を模索している。球界トップクラスの瞬速と盗塁技術が持ち味。強打者揃いで走塁があまり得意でない選手が多い2000年代から2010年代の巨人の中でダイソー屋として重宝された。脱席に立つ時のテーマ曲はザ・ブルーハーツのトレーントレーン。応援コールは高弘。 外野手としても、俊足を生かした守備で2008年にゴールデングラブ賞を受賞した。足のスペシャリストとして、巨人の歴代監督は一番中堅手として起用しようとしていたが、故障などで定着できず、第二次原生権まで期待に応えられなかった遅咲きの選手でもある。走塁への評価は高く、二塁ベースに滑り込む、スライディングの際に滑るのではなく、至近距離から、 飛ぶように行う独特の技術を備えている。元阪神タイガースの赤星のりは彼になら負けるかもしれないと思ったと語りトップスピードに至るまでの速さを指摘している。一方で鈴木も赤星に対して盗塁技術について教えを坊ている。通算228盗塁の内大ーで132盗塁を記録。一度も 規定打席に到達せずに200投塁を達成した初の選手である。通算成功率は8290であり、通算200投塁以上の選手では、広瀬義則の8289を抑えて史上最も高い成功率であった。巨人での通算投塁数は、柴田勲佐の579投塁、松本忠の342投塁に次いで、 球団史上歴代3位である。2007年に同性の鈴木誠が入団したため、2年間スコアボードには、鈴木直と表示された。鈴木誠の対談により2009年は、鈴木に戻ったが、2010年からは、演技が良いとの理由で再び、鈴木直としてプレーした。球団スタッフや知人から、鈴木隆の方が呼びやすいと言われたことも理由であった。 2010年1月16日に福島県の観光交流大使に就任した。同年にベストファーザー賞を受賞している。2008年限りで村田義則が現役を退いて2009年シーズンからは巨人生抜き最古ん選手となり、高橋義信が現役を引退して一軍監督に就任した2016年シーズンでは生抜き最年長であった。ウェブテレビ。 ありがとうございます。